妖精の正気で蘇ったか。下道へ落ちたな、ローゼンクランツ。こいつは俺が引き受ける。ロベルト、行け、ソキ。妖精が降臨するまでもう猶予はない。頼むぞ、ロベルト。ロベルト、離脱します。さらばだ。親愛なる友よ。そして、最愛なる人よ。けた覚えない。俺に力を。友よ。ボスか。
れだ、巨大な。やつもまたしかり。行くがいい、時間はない。天海さん、この天海か。早期、鬼の切り札よ。人間の未来、お前に託すぞ。あんたが負けるわけないよな。ああ、任せておけ。最初から最後までまさしくサレンダラ・クローディアス。信長より始まる現場一足との因縁、ここで終わりにしてくれる。大丈夫か。こっちに伏見城への抜け道があるはずだ。青鬼、おはずね。俺、用事思い出しちゃった。ジュベちゃん、どうしたの。いいから先に行ってくれよ。青鬼、俺のことなんて気にすんな。ジュベ、お前、お前もここで自分の旅に決着をつけるんだな。そう、最後は自分の手でね。行けよ。青兄は人間を救うたった一人の鬼武者なんだろ。こんなとこでグズグズしてる時間はないで。約束しろ、必ず俺たちに追いつくってな。あ、約束するよ、必ず追いつくから。おはずね。アオリンを頼んだ。ジュベ。There's no time。やっぱ。あの二人の間に入るなんて無理だよね。さて、邪魔する者はいなくなった。蹴りをつけようぜ。バレバレかい。あれだけの手傷を負って何ともないか。ゲマチュウを食ったんだな。腹いっぱいな。鬼の一族に生まれながらゲンマに落ちたか。あかねえ、俺は今な、とっても気分がいいんだ。俺の中に流れる鬼の血とゲンマの血が共鳴し、力がみなぎってくる。なあ、アカネよ、鬼と玄魔ってな、案外近い存在なのかもしれないな。いい気分だ。いいぜ、玄魔は最高だぜ。お前を追って始めた旅だ。お前で終わりにさせてもらうぜ。